おはようございます。資料を集めるだけの人資料を見ないで言うだけの人そしてくずし字の資料が読めない人近代しかたるものをこの三類型に陥ってはならぬというのが東大名誉教授の坂ュ淳二さんの持論だ。 先週、八十三歳で亡くなった。幕末から昭和戦前までの八十年を研究した。書簡や日記など一次資料を聖地に読み、史実の森に分け入る。よく言われる、歴史に癒腐は禁物説には組みせず、 あの局面でこうしていれば日中戦争は回避できた。歴史の脚本を考え直すのが研究の醍醐味だと説いた。繰り返し指摘したのは凝り固まった戦前、戦中、戦後間。戦後だけが光り輝いたわけではない。戦前にも民主主義の花が開いた時期はある。 それなのに、戦中戦前をひとまとめにして、あの時代は真っ暗だった、と断じる愚を批判した。東大や千葉大で教鞭をとった。退官後には腰を据え、買い集めておいた電気や全集などを読み込むが、暇を持て余す日もあったらしい。 現役時代に時間の無駄に思えた教授会が恋しくなることもあると辞書につづった大震災や政権交代など折々に論考を寄せた同僚記者によると取材場所には自らファミレスを指定しビールで喉を潤しながら 伊藤博文や西郷隆盛の教えを自在に語った「歴史に学ぶということは先人たちの失敗を嘲笑することではなく先人たちと謙虚に対話することだ」「今頃は資料で深く接した福沢諭吉や吉野作造らと語っているだろうか」 時には、杯きを傾けつつ。今日も、微笑みをお忘れずに参りましょう。いつもご視聴ありがとうございます。何万打つ、何万打つ。